夢の球宴オールスターはスタジアムを移動して第2戦が行われます。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、もちろんファンにとってはこのオールスター夢の祭典なわけですが、選手たちにとってもオールスター特別なんじゃないですか。いや、これはね、選手は選ばれたかどうかって本当に大事なことなので、選ばれた選手たちはとにかく必死になると思いますね。そんな必死のプレー期待しましょう。パシフィックマウンドに上がるのは先発の有原。さあ、オールセントラル打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは新庄。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。打った、レフトに強い打球、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー2塁です。さあ、オールセントラル一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには山田が入っています。まず何を投げてくるか。初球ストライク。力のあるストレートですよね。アウトローのストレート、空振りです。ストライク、左へ持っていった、左に切れます。いやー、打ち損じてくれて助かりましたね。はい、そうです。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナー二塁はそのままです。ストレート打っていった、ぐんぐん伸びる。この打球はフライになっています。セカンドランナースタート、中継にボールが送られる。ツーアウトランナー三塁とかあります。さあ、そして打席には石峰入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。抜けたような感じになりました。大きく外れます。強烈、ランナー一直線、入った、ホームラン。石峰先制ツーランホームラン。オールスターという晴れ舞台で派手な花火を打ち上げました。オールセントラルが先制しました。2対0になりました。頼れる4番の一振りでした。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。バッターは注目のルーキー、オマリー。オールセントラル見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー出ました。オールセントラルです。ツーアウトランナー2塁。初球は何から入ってくるか。切れていきます、ファウル。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。はい、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。
2回の裏7番から始まるオールセントラルの攻撃、坂本が打席に入ります。オールセントラルリードで迎える2回の攻撃です。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、これはどうか、サードの左抜けました。一塁蹴って二塁に向かう、先頭バッター出ました。オールセントラルノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番丸、ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制、一塁はセーフ。初球大きく外れています。2球目打ちました。ショート取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。さあオールセントラル追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに追加点を取っておけると楽ですからね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには梅野が入っています。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン。オールセントラル1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、3対0、オールセントラル3点リードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。打順は1番に帰ります。バッター新庄、前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。オールセントラルこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。2番バッター山田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。打った、高く上がった、さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。内へ、これは決まった、引っ張った、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、柳田が掴んで3アウトです。しかしこの回オールセントラル1点を追加しています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の、インサイド、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センターが取りました。バッターボックスは5番オマリー。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ああ、ボールですか。外の変化球わずかに外れました。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば同点、入りました、ホームラン、同点のソロホームランです。オールセントラル、オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。同点に追いつきました。オールセントラル4対4。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ご覧いただいています、うまく捉えたバッティングです。いい結果になりましたよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。打順は6番岡本。オールセントラルホームランで同点としています。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあどう来るか。またファウル。さあ4球目は何か。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は7番坂本、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。
落ちるボール空振り。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。切りました、ファールボールです。引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回オールセントラル貴重な得点が入りました。これから4回の裏オールセントラルの攻撃です。一方オールパシフィックはピッチャーが変わります。モイネロが2番手としてコールされています。打席には1番バッター丸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。オールセントラル同点で迎える4回の攻撃です。2球目打ちました、源田アウト、ワンアウトです。バッターボックス梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ここもしっかりする。初球打ち、これはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあオールセントラル勝ち越しのチャンスを迎えています。まあここで勝ち越せばチームも勢いづきますからね。なるほど、そうですね。レフトに持っていった、大きいぞ、入れば勝ち越し、入りました、ホームラン、新庄勝ち越しツーランホームラン。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発、オールセントラルが勝ち越しです。6対4になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回2点リードに変わります。ご覧いただきましょう、期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。いやもう完璧な一打でしたね。しかし試合はまだ中盤、勝利を引き寄せるためには追加点まで行きたいところ。2番バッター山田、さっきツーベースを放っていますからね、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。打ちました、さあどうだ、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。はい、バッターボックスには代打のバース。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。まずは簡単にストライクが来ました。体に近いところ、低めは外れました。真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。ツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね、さすがですね。左中間へ持っていった、大きな打球だ、入りました、ホームラン、石峰ツーランホームラン。この晴れ舞台でなんと2発目を放ちました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。オールセントラル8対4、主砲さすがの一振りでした。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー彼らしい見事な一打でしたね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。バッターボックスオマリー、先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。打った、右中間に大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、オールセントラルです。ツーアウトランナー二塁。6番
バッターボックスには6番岡本。オールセントラルこの回4点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。バッターボックスには代打のアリアス。これは失投でしたね。そうですね、ご覧いただきましょう。代打に追加点となるホームランが出ました。まあでもよく伸びましたよね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。バッターボックスには7番坂本。ボールセントラルホームランで得点を挙げています。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回オールセントラル貴重な得点が入りました。4回終了10対4、オールセントラルが勝ち越しています。5回の裏、オールセントラルの攻撃。打順は8番丸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。オールセントラル攻撃が噛み合い、バッターボックスには代打の真由美。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。最初は変化球できました。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ボールになります。打った、レフトに大きな打球、レフトオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。見事起用に応えました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の木戸。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。ここは150キロを超えてきます。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席では勝ち越しとなるツーランホームランを放っています。ここぞの場面でのホーム、打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、バックする、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。オールセントラル1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、11対4。オールセントラルリードを7点に広げています。まずはボールから入りました。引っ張った、これはどうだ。三塁線破っていった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。オールセントラル1点追加します。見事なタイムリーヒット、12対4。オールセントラルなおもチャンスです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。まず変化球決まってワンストライク。あっと入らない。痛烈な打球、スタンド一直線、入ったホームラン、ツーランホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オールセントラル14対4。いやー、これは失投でしたね。そうですね、打順は4番石峰。
まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。これは三塁側のスタンドに入ります。変化球インコース、ストライクです。ノーボールツーストライクです。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のハーマン、バッターは5番オマリー。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。オールセントラル、この回打った、ライトに大きな打球、ライト下がっていく、下がっていく、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席で初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。この晴れ舞台でなんと2発目を放ちました。追加点が入りました、オールセントラル。ここ1番の集中力が光ります。7番バッター坂本、オールセントラルホームランで得点を挙げています。これも初球打ち、ハーマン取って2アウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。しっかり捉えた、伸びていく、満々中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー出ました、オールセントラルです。2アウトランナー2塁。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、オールセントラル1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、オールセントラルちょっと一方的になっています。打順は1番に帰ります、バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいました。打ちました、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で派手な花火を打ち上げました。追加点が入りました、オールセントラル。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスは2番山田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと打ちました。伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、ランナー出ました、オールセントラルです。2アウトランナー2塁。さあまず1球目、打ちました、取った、1塁へ、1塁アウト、3アウトです。しかしこの回オールセントラル3本のホームランで追加点を挙げています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ツーアウト三塁の場面、迎えるは4番石峰、2球目しっかりと捉えました。オールセントラル一振りで先制。2回の裏ワンアウトで2塁にランナーを置いて9番バッター梅野、初球を叩いてタイムリー、オールセントラル1点を追加します。3回の裏ワンアウトランナーなしから5番オマリー、3球目しっかりと捉えました。オールセントラル一振りで同点とします。4回の裏得点圏にランナーを置いて1番新庄、その初球でした。オールセントラルこの一発で勝ち越します。続く攻撃2アウトで2塁にランナーを置いて4番石峰、2球目を捉えました。オールセントラル2点を追加します。
さらに続きます。2アウト2塁の場面、ピンチヒッターアリアス、甘い球を見逃しませんでした。オールセントラル2点を追加します。6回の裏、さあオールセントラル、この回は4番から始まります。石峰バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。オールセントラル攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。さあ3球目は何か、大きく外れました。打ちました、切りました、ファールボールです。打った、源田取ってワンアウト。打席には5番バッターオマリー。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この晴れ舞台でなんと2発目を放ちました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターはアリアス、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思います。初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この晴れ舞台でなんと3発目を放ちました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いやー、これは失投でしたね。そうですね、バッターボックスは7番坂本。オールセントラルホームランで得点を挙げています。ファウルになります。打ちました、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。真由美打席に入っています。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が3球目、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。オールセントラルチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターは日戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、引っ張った、サード取った、一塁送球、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、オールセントラルこの回7人目のバッターになります。この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、そして追加点が入りました。オールセントラルレフト前へのタイムリーヒット。オールセントラルちょっと一方的になってきました。バッターボックス山田、前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここもファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回オールセントラル2本のホームランで追加点を挙げています。オールセントラルのリード広がっています。7回の裏、オールセントラルの攻撃です。そしてオールパシフィックはピッチャーが変わります。増田が4番手としてコールされています。打順は2番山田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。オールセントラル攻撃が噛み合い、大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。バッターボックスには指名打者のバース、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなし、これも初球打ち、浅いフライ、ライトの前に落ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番石峰、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここでオールセントラルダイソーを送ります。八木ファーストランナーに入ります。
切れていきます。ファウル。これが2球目。2球目打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。打順は5番オマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。オールセントラルチャンスになります。2アウト2塁1塁。アリアス打席に入っています。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ヒットでランナーは2塁1塁となっています。今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランが続いています。まあ、次は迷ったらアウトローのストレートですね。なるほど、そうですか。打った、高く上がった、レフトオーバー、三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。オールセントラルが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット。オールセントラルなおもチャンスです。バッターボックス坂本。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。ノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。3球目打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。秋山が掴んで3アウトです。しかしこの回オールセントラル2点を追加しています。オールセントラルのリード広がっています。8回の裏オールセントラルの攻撃、バッターは真由美。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。オールセントラル攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。木戸打席に入っています。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。まあ、得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。2球目打ちました。取ってワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい。まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった。センターバック、センターバック、センター見送った。ツーランホームラン。オールスターという晴れ舞台で派手な花火を打ち上げました。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オールセントラル見事な一発が飛び出しました。バッターボックスには2番山田。オールセントラルホームランで得点を挙げています。打ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターはダイソーから起用されている八木。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク。ランナースタート、ヒットエンドラン。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。エンドランが見事決まりました。ランナー三塁一塁となりました。バッターボックスには4番石峰。今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。切れました、ファールボール。よどい球、わずかに外れています。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった。レフトバックする、バック入りました、ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。オールスターという晴れ舞台で派手な花火を打ち上げました。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい、バッターボックスには5番オマリー。まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを。いい当たり、これは大きい、伸びていく。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。
ここでオールセントラルダイソーを送ります。ソトがセカンドランナーに入ります。バッターはアリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを2塁に引っ張った。これはどうか、ライン際、フェアです。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー3塁1塁。バッターは7番坂本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いいや。初球打ち切れていきます。ファウル。高めのストレートで空振りを取っています。ここはあっという間に追い込んでいます。低め見ました。ボールです。打ちました。これはどうだ、取った、ホームに送球、本塁タッチはアウト。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは高橋。真由美、打席に入っています。今日はここまで4安打を記録しています。いや、絶好調ですよね。まあ、ここも気を緩めず行ってほしいですよね。はい、さあここも打ってしまうんでしょうか。オールセントラル、この回は打者一巡の猛攻となっています。オールセントラル、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日はオールスターゲームらしい見応えのある試合でした。ファンの方もこの対戦を十分に楽しんでいただけたのではないでしょうか。ご覧のようにオールスターゲーム第2戦はオールセントラルが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。ご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近